皆さん、まず決勝進出になりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。石原さんと、まあ、松浦さんと3人で、まあ、気持ちの入ったレースを。そうですね、もう連日石原君には本当感謝しかないです。松浦さんとしてはやっぱりその、ね、後ろが来るからもうバック2コーナーではやっぱり踏んでいかないとというような判断。そうですね、まあ、あの北鶴君もその後ろにいるし、うん、もうあの躊躇してたらあの飲み込まれてしまうというのもあったんで、うん、まあ、スピード落とさせてくれました。後ろでしっかりその最後差し切れてもいますし、状態面非常に落ち着いている感じですか。まあ、あの集中もしてるんで、まあ、いい状態じゃないかと思います。決勝戦は優吾さんと松浦さんと3人になりましたけれども、はい、岩瀬さんとしてはどういう思いでしたか。まあまあ、中国地区、まあ、地元の大会ですし、まあ、本当3人で、まあ、誰が優勝できたらなっていう気持ちです。実際その、まあ、地元2人で並んで松浦さんが別とかもちょっと違うかなという感じがあったんですか。まあ、松浦君がいなかったら、まあ、自分も決勝の舞台にも、うん、乗れてないっていうのもあるんで、うん、もうもちろんもう連携も今まで信頼もあるんで、うん、そこはあの、まあ、外せないかなと思って、うん、本当自然な形でこの中国で決まってて、はい、そうです。3人で決まるようにあの素晴らしいレース期待しますんで頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。